どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はちょっと大きめのコンサートサイズウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はフォークソングの大定番曲いきます。かぐや姫の神田川、こちらの曲、あの景色が思い浮かぶね、あの曲で、ちょっと寂しげですけど、このフォークが好きな方、これはもう外せないでしょうということでやります。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半は、あの、弾き方ですよ。この弾き方ですよ。このアルペジオで、あの、しんみりとこう、心を込めてこう、歌いたいと思います。はい。あの、戦闘帰りの景色をこう思い浮かべながらやりましょう。はい。大好きな曲、頭の中いつも流れてる曲、カラオケを歌ったり、CD 聴いたりするのもいいんですけど、これ楽器と一緒に自分で弾いて歌う、弾き語り、これぜひ皆さんやってみてください。あの、今まで聴いてたばっかりだったでしょ。自分で弾いてみると、ほんとね、あ、こういう世界があったのかって、ほんとね、最高に楽しいんですよ。でも、かぐや姫みたいな気分になれますから、あのね、あの、結構先輩の方でも、いけると思いますよ。簡単ですから。はい。ウクレレ始めましょう。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どん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 ウクレレで音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここに、ね、リンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、上から順番に動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？私もできた！すぐなりますから、これがね、もうめちゃめちゃ楽しいんですよ。ぜひ始めてください。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、テレビにお映しですることもできると思いますので、まずそれで、ね、いいのが無料。これがね、キーポイントになります。どんどんやりましょう。それではリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには今までガズが取りに取りためたありとあらゆる音楽がもう1000曲以上ですよ。1000曲以上。ウクレレで弾けるように超簡単ウクレレレッスン動画としてすでにもうアップロードされております。さっきのリンク先のところに行くと歌手名検索とか曲名検索の他にジャンルボックスからいろいろ選べるようになってます。さあじゃあそれでは行きましょう。かぐや姫の神田川。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。このね、ネゴ世界観がもう暗いですけどね、なんかその、あの時代のね、この雰囲気なんでしょうか。はい。
なんかこう、グッと、何かこう、グッとくるものがあると思います。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、1番やって、終わったという感じで、イントロから1番やって、最後、感想部分やって終わったということなんですけど、2番やってみたい方、コード進行全く一緒ですんで、2番の歌詞でやってみてください。はい。で、動画と一緒に、テロップと一緒にできた方、それでも書いてね、自分でノートとか紙に書いて、それを見て自分だけで歌うのをおすすめしてます。その時の参考になるように私のノートを見ていただきましょう。はい。イントロのメロディーね。これ好きな人はこういうメロディーがやっぱりね、頭に入ってるんで、これ口ずさみながら弾くとこれいいと思いますよ。はい。一時停止で書いていてください。まあ、シンプルです。すごくシンプル。だけどやっぱりまあ皆さんこれね、歌は歌えるでしょう。その大好きな方は当然ながら。コードも簡単ですから。いいと思いますよ。はい。一時停止でメモっていってください。ちょっとこれ分かりづらいなという方は動画のテロップでも一時停止してメモで入れると思います。はい。じゃあ、どんどんいきます。はい、ここね。はい。これがこの若かったの頃。ああ、なんかこうね、そういうノスタルジックな気分になるのもいいと思いますよ、たまには。はい。はい。で、ここエンディングですね。はい、じゃあ出てくるコード。これはね、6個今日出てきます。Am と C と F。G7、E7、Em7 というロックなんですけど、これはですね、入門コードのグループでございます。いつも出てくる、これ、ドン!ガゼルで必須コード。必須って書いてあるから必ず覚えた方がいいですよということなんですけど、音楽を始めようと思うときに、コードっていうのはね、これ音の要素なんですけど、覚えないといけないんですけど、これは星の数ほどあります。と思うじゃないですか。皆さん、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんは安心してください。このガゼレレ必須コードという10個のコードのグループを覚えておいたら、もう8割9割、このガゼレレの世界でもできるようになっております。まず、ガゼレレの存在としても、もうウクレレにとっての超基本コードなんで、これぜひ一番最初に覚えてください。そのうちの今日6個です。だけど10個もあるのかと思うじゃないですか。1個ずつ見たら指1本のコードとかって超簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うと、ちょっとコツがいります。それを私がめっちゃわかりやすく解説してます。この動画を見たらすぐ覚えられます。はい、こちらリンク貼っておきます。この動画を見て覚えておいて、楽しく覚えるのがコツでございますよ。はい。今のはそれで4つ引きで、こうゆっくりこう心を込めて歌ったということです。はい、じゃあここから、かっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンはもう当然、フォークといえばという弾き方があります。はい、ドン。アルペジ。こんな感じです。一人でつまびくにはもうこうつまびくっていうまさにこのねこれをつまびくというやつこれアルペジオという弾き方です。今日はもうこれ全編これでいこうと思います。もうほんとシンプルイズベスト。フォークといえばこのアルペジオというこのアルペジオの弾き方ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚でその中からアルペジオという動画で練習してみてください。これはなかなか楽しいですよ皆さん。はい、どんどん行きましょう。はい、それではですね、もうこれやって歌う。コードも全く同じです。弾き方アルペジオにしただけですけど。まあ、さらに、こう、抑揚をつけて、押したり弾いたりとか、こういうの、もう、この、心の中、駆け引きみたいなのも、こう、音で表現できるのがいいと思います。はい、それではやってみましょう。神田川かぐや姫ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる
ぐや姫の神田川、もうこう情景がね思い浮かびますね。四畳半に帰るのかみたいな感じですよね。はい、心込めて歌ってみましょう。皆さんこれはね、ゆっくりねやってみてください。はい、ありがとうございます。さあ、ガズレレ最新情報。このウクレレ、今いろんなタイプのウクレレが今回ね追加されまして、予約注文が今開始されております。ウクレレに関することここのリンクでちょっと確認しておいてください。ガズのわがままウクレレ、これはオールタンバで弾きやすくていい音するんですよ。ぜひ皆さんお手に取って、見てください。よろしくお願いします。あとはね、アプリ、ガズレレ初のアプリが今リリースしてます。ガズレシピと言います。お持ちのスマホやタブレット、もちろんiPhone でも Android 携帯でも対応しておりますので、ちょっとひとまずは落としてみてください。お願いいたします。あとイベント情報いきます。ドン。2月16日、埼玉県川口で、ガズレレイベント開催しますよ。ガズレレイベント、はい、このガズレレイベント川口はですね、ちょっと特別企画、8ビート、この特訓みたいな、特訓だってそんなあれですよ、もうエンタメですよ。はい、私のイベントはですね、ウクレレ持ってきてくださいね。もう参加型で、8ビートをより面白く、8ビートってやっぱストロークの基本だから、そこをまず深めようと思う。これね、来た方がいいですよ。はい、お一人様も大歓迎、お仲間同士も大歓迎、初心者から上級者まで間違いないですんで、はい、お待ちしてます。その次はね、3月15日に、水戸でやりますよ、こっちも。ぜひ、いらっしゃってください。水戸の皆さん、茨城の方ね。はい。で、最新情報としてましては、はい、こちら。4月の4日は、佐賀です。九州の佐賀。はい。佐賀行って、その次、葛西です。この葛西の方はちょっと人数、限定数がちょっと少ないんで、お急ぎください。すべての、ガズレレイベントのお問い合わせは、島浦楽器店各店様までお願いいたします。よろしくお願いします。あと、連日どうお伝え、連日ってかお伝えしてる、このね、ガズレレプロデュースの、これ、ウクレレケースなんですよ。コンサートウクレレも入るウクレレケース。これがね、多大なるご注文を今いただいてるんですけど、今のちょっと社会情勢でもしかしたらちょっと遅れるかもしれない。またちょっとそれ改めてご案内しますんで、よろしくお願いします。そして、いつもね、言いたいやつこれ。はい。立東ミュージック社から出てる、私がプロデュースしてて楽譜の本です。こっちは100曲入り、こっちは50曲入り、こっちは初心者向け、こっちはいっぱい弾きたい人向け、これはね、ご活用ください。もうすでに4万部ですよ。すごい売り上げでございます。皆さんありがとうございます。簡単、楽しい、楽。これがね、この本のキーポイントになってます。ご活用ください。はい、もう盛りだくさんで、すべてのことはガズレレ .com で、ご案内出してますんで、お願いします。ブログとか書いてますんで、ね、見てくださいね。さあ、楽しく音楽しよう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。